私は金沢博一と申します。私のやっている空手は松濤貫流です。私が空手を始めたのは大学に入ってからでございます。1951年日大に入りまして、日本大学農獣医学部に入りまして空手を始めたんですが、せっかく空手をやるなら日本一にならなくちゃいかんという思いで東京都の大学の空手部を見学してきました。そして入った見たところが拓殖大学の空手部で感動を受けまして、それで拓殖大学にもう一度入り直すことに決定して、拓殖大学で4年間みっちりと空手を練習したわけでございます。と毎日結構 何時間の練習ですよね。もちろん1日、5時間から6時間ですね。それからまああのあれですね、私は高校時代は柔道とかボクシングとかあらゆる格闘技をやったんですが、空手の方はあまり真似事ぐらいの程度で本格的にやったことございませんでした。しかし拓殖大学の空手部はみんな高校中学時代からの経験者が多くて、あの私との差別がありましてね、それでそれに追いつき追い越すために、皆さんが寝てから夜中にも練習を続けて、なんとか同級生に追いつき、そして卒業の頃には追い越すことができたわけでございます。自分自身であの考え出したんですね。なぜかというのは、練習も実際に練習だけだと時間がないでしょ。だけど人と話す時間、汽車に乗ってる時間、何にもしない時間がありますよね。その時間に目をつぶってイメージトレーニングするわけですね。世界夜中に目が覚めたらやっぱりイメージトレーニングするわけです。その他にあの暇があればちょっと横になり目をつぶり、そしてイメージトレーニングもしました。なぜイメージトレーニングをしたかと申しますと、イメージだと相手が一番いい相手が私の相手になりますからね。例えば組手をやるときには一番強い先輩を想像して組手をし、型をやるときには一番型のうまい先輩を想像して型をやっておりましたから、そういうこともあの非常にプラスになったと思います。実際にやるだけではね、うん、あの体力的な問題だけになりますので、やっぱイメージトレーニングすることによって、イメージというのはあの無限ですからね、いくらでも強くなれるし大きくなれるし、だからそのイメージトレーニングというのに言うのにも力を入れてやりました。そして私は本当は卒業のと同時に太陽銀行という大きな会社に就職をすることになっとったんですが、日本空手協会の中山師範が今度日本空手協会の道場ができ、そして研修制度ができるから入らないかと、入らないかでいいんじゃないと、入りなさいという命令ですよね。それで一時悩んだんですけども、よしと、じゃあ空手の専門家になってみようかと、先輩の言葉に甘えて研修生になって、それが第一期講師研修生です。1956年ですが、それで57年に初めて日本で空手が試合化されたんです。競技化されたんですね。第一回全日本選手権大会というのは東京都体育館でありまして、私は東京の代表で出ることになったんですけども、残念ながら5日前に右手を骨折、複雑骨折しまして試合に出れなくなったんです。その手が折れたからも複雑骨折で折れましたのでもう出れなくなったんです。どこ折れた？手と手首です。この指のこの付け根と先生が手首が2箇所折れまして、それでもう病院に行きまして、それで、試合は中止になったわけですよ。だけど試合の2日前に私の母親が岩手県から東京出てきたわけです。何しに出てきたかと言ったら、私の試合を見に来たというんですね。だから私は、いや、もう私は試合へ出れないんだと、このように手を折ってこうギブスをはめてますからね。そしたらおふくろ曰くね、母親曰く、あ、空手っていうのは右手だけでやるんですかと質問したんです。だから私は、いや、空手は両手両足、体全部を武器として使うんだという説明をしましたところ、母親が、
お母さんは、いや、じゃあ右手一本なくたって試合はできるじゃないかということを言われまして、困って日本空手協会へその朝行きまして説明をしましたところ、それならばよかろうということで、もちろん医者の許可があったらいいということになったんですが、お医者さんが許可するはずがないです。2週間安静にって言われてますから。